はい、皆さんこんにちは。ハワイに住む日本人チャンスーです。1週間外食生活久々にやっていきたいと思います。今回のテーマなんですけれども、ワイキキ内のレストランを1週間ひたすら食べ続けたいと思います。今までね、プレート料理ばっかりでコスパ攻めみたいな感じの動画が続いていたと思うんですけど、ここに来てですね、ついにレストランシリーズを出すことができるようになりました。しかもですね、今回は撮影協力していただける方がいらっしゃってですね、裏側でレストランのアポイントを取ってくれてるんですよ。で、それが向こうが取ってほしいところじゃなくて、こっちが取りたいところでたくさんオーダーさせていただいて、そこからアポイント取っていただいているので、もう今回のこの動画は僕がおすすめしているレストランをひたすら1週間食べ続けるっていう感じの動画になると思いますので、皆さんにとっても参考になるんじゃないかなと思います。というわけで行ってみましょう。はい、ということで1軒目はこちら、ファイヤーグリルですね。ここはインターナショナルマーケットプレイスの向かいにあって、ヒルトンガーデンイーの真下にある立地になるんですけど、この辺はね、いろんなレストランが続いている通りになっていて、その中の一つとなっております。お店はこんな感じとなっております。内観インテリアがもう超綺麗で、入ってすぐの雰囲気がすっごいいいんですよね。で、これちょっと店内回っていいよっていうことだったので、お言葉に甘えてどんどんぐるぐる行こうかなと思うんですけど、ここのオープンエアの雰囲気と打って変わって、これ中に行くとですね、すっごい雰囲気いいエリアがまた出てくるんですよ。これこことかだったらちょっと落ち着いた感じで晩ご飯食べられそうですし、こっちの方とか行くと、ほらめちゃくちゃ雰囲気良くないですか。一つの店内にこんなに雰囲気が違うテーブルがあるなんてなかなか信じられないと思うんですけど、でもこういう席も席数は少ないんですけど、空いてれば予約できるらしいんですよ。で、こっちのこの席があって、反対側こちらに行くとまた席がありましてですね、こういう感じでソファーに座りながらディナー取ることもできますし、この辺だったらカップルシートみたいな感じで横並びで座ることもできますね。この辺も全部空いてれば予約できるらしいです。こことかだったらさっきのテーブルみたいにゴージャスな雰囲気はないけど、でもしっかり落ち着いてご飯は楽しめそうですよね。で、こんな感じの席が続いてて、ホテルとつながってる通路がこちらにあります。奥行ったらヒルトンガーデンのチェックインカウンターですね。こんな感じで店内を一周できるようになってるんですよ。またこのオープンエアの雰囲気に戻ります。よし、というわけでご飯の方いただきたいと思います。これ全部ハッピーアワーでご用意します。あ、これ全部、はい、ハッピーアワーでもご用意します。すごっ。はい、というわけでお料理の方が到着しました。すごくないですかこれ。これ全部ハッピーアワーで出るのすごくないですか。今回のシェフさんです、よろしくお願いします。はい、イタリアでも働かれていて、はい、イタリアで4年間修行されていて、その後こちらにいらっしゃって、そうですね、ハワイに来てタオルミーナレストランをオープンしまして、はい、その後アペティートをオープンして、今こちらのレストランをちょっと今改革中で。あー、なるほど。元々アメリカ料理だったんですけど、スペインにもう直接行きまして、サンセバスチャンというところで食べ歩きをして、はい、へー、タパスがいいなと思って。なるほど。小さい料理を、まあ、シャンパンを飲みながらハッピーアワーとかでゆっくりするのがいいなと思いまして、へー、もうどんどんメニューが増えていきました。え、ちなみにこちらにはいつからいらっしゃるんですか。この1年前です。じゃあコロナ前からこのお店来れてない人は、新しくなったメニューとかは知らない方もいらっしゃりそうですね。ビビオクトパス、ビビオクトパスのルチア風といいまして、ナポリの郷土料理で、僕がイタリアで働いた時に食べた料理をそのまま。へえ、はい、こちらはですね、あの小さいアーティチョークですね。こちらがアーティチョークのフライ、まあ、スペインで食べたピキーヨという甘いピーマンのソースです。これはスペインから水タコを空輸しまして、それを柔らかく香草アンチョビバターで煮込んでます。アヒージョかな。ほうほうほう。こちらはあの、まあ、エビのオイル煮なんですが、まあ、今回いろいろスペインで食べた中で美味しかったのが、少し玉ねぎとアンチョビとパプリカを入れて、お、はい、煮込んだものです。オリジナリティが溢れてますね。アメリカではもう本当に有名なポルトベロのマッシュルーム、大きいマッシュルームなんですよ。あ、マッシュルームこれ、はい、めっちゃ美味しそう。お肉ぐらいに肉厚なので。あ、そうなんですね。食べ応えあってマッシュルーム好きにはたまらないんじゃないかな。じゃあいただいていきたいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さっきの三村シェフっていう方がここのお料理を今担当しているらしいんですけど、コロナ前以降ずっとこのお店に来れてない方とかは、もしかしたらこのメニュー見てびっくりされてる方もいらっしゃるかもしれないですね。いや、何を隠そう、僕もねコロナ前以降このお店にはずっと来れてなかったんですよ。美味しい美味しいって言ってたんですけど、いかんせんワイキキのこういういいレストランに来る機会っていうのがもう本当にずっとなかったので、久々に来たと思ったらこんなに素敵なお料理がいっぱい出てきたので結構僕今びっくりしますね。ちなみにこんなに素敵なお料理いっぱい出していただいてますけど、もう絶対に食べられないのでこれはもうお持ち帰りさせていただいて母親にあげようと思います。ちょっとこのタコが気になるのでこれからいただいてみたいと思います。いただきます。うん、
タコ柔らかい。僕が日本で食べてたタコとかだと食感的にはコリコリしたものが多かったかなと思うんですけど、これめっちゃ柔らかいですね。口の中にも全然筋っぽいものが残ったりとかしないですし、味もねそんなに濃くもないんですよ。もう本当にちょうどビールとかシャンパンが合いそうな塩っ気って感じですね。これめっちゃ好きだわ。しかもこれ下の方になんか食べやすいようにオリーブオイルかな、何か使ってくれてますね。次がアヒージョですかね。いただきたいと思います。美味しいですね。バターがちょっと似てアンチョビの旨味がその後に来るっていう感じですね。しかもこれオクトパス思ったよりたくさん入ってるので全然セーブしなくてもどんどん食べちゃって大丈夫ですね。あとやっぱりこの手の料理はどうしてもちょっと脂っこいのが出てきちゃうかなと思うんですけど、口触りが持たれるような感覚は全然ないですね。すごい食べやすい。じゃあこちらお楽しみのマッシュルームをいただきたいと思います。個人的にはマジでこれが楽しみですね。すごいこれ柔らかい。スプーンで普通に切れますね。よし、ではこれいただきたいと思います。めっちゃ柔らかい。何これ。であとマッシュルームすごいジューシーで美味しい。これ上にちょっとチーズがかかってるんですけど、マッシュルームがこのチーズと同じぐらいふわふわしてるんですよ。もう本当に溶けるっていう表現に近いぐらいめちゃくちゃ柔らかいですね。これこの上に乗ってるトマトの方がまだシャキシャキしてますね。マッシュルーム自体すごい濃厚だし、あ、なんておっしゃってたかな、上にもちょっとソースがかかってて、これがねいい感じのアクセントになってますね。だからシャンパンとかワインとかお酒好きな人はもう絶対にこれ頼んだ方がいいと思いますね。どれも本当に間違いないんですけど、これだけがぶっつぎり美味しいですね。1日目でこんな美味しいの出てきちゃって、この後大丈夫なんですかね。これより美味しいの出てくるんだろうかっていうぐらい本当にめっちゃ美味しいですね。これこちらがエビのアヒージョですね。オクトパスよりもちょっとエビがシャキシャキしてる感じですね。食べ応えがあるんで、それこそワインのおつまみとかにぴったりそうですね。これはあとはねアヒージョの方が若干辛みがありますね。より辛いのがお好きな人はこっちの方がおすすめになりますかね。あとはこれですね、マカダミアナッツを使った料理って言ってましたけど、ソースにディップしていただきたいと思います。めちゃくちゃふわふわしてる。でほんの少しだけアクセント程度で辛みがあるって感じですね。やばめっちゃ美味しいこれ。これはさっきのタコとかエビと比べるとこっちはアーティチョークになるので、ちょっとお野菜寄りの食べ応えになるんですかね。でもこれもね、なんでこんなに柔らかいのっていうぐらいめちゃくちゃ柔らかくて、ぱっと見すごいがっつり食べる感じなのかなと思いきや、もう本当にふわふわしてて、とにかくお酒に合いますね。これは外食生活レストランにした瞬間本当にすっごい充実しますね。この動画これ1週間続けるの本当にヤバそう。マジでめっちゃ楽しいですね。あ、すごい、すでにいい匂いする。おーすごい、めっちゃいい匂いする。ヤバプライムリブですね。早速かけちゃいました。すごいですね。3時間熟成させたステーキって僕人生で食べたこと多分まだないですね。さっきもスモークのいぶされた香りがブワーって広がって、その煙の向こうからステーキがブワーって浮かび上がってきたんですよ。もう最高の体験ですね。こんないいお料理を僕の動画で紹介できる時がついに来るとは思わなかったんで、めちゃくちゃ嬉しいですね。もうお肉はトロトロっていう風に言ってました。お本当にマジで柔らかいですね。ナイフもこれぐらいでいけましたね。ではいただきたいと思います。衝撃的なうまさですね。お肉の表面はスモークのさっきのいぶされた感じの舌触りなんですよ。そっから一回噛むと中からお肉のうまみが一気に広がって、そのいぶされた表面の味を突き抜けてくるんですよ。この熟成されたスモーキーな感じと肉のうまみ、脂身もあるんですけど全くもってしつこくはない。これマジでめちゃくちゃうまいわ。ほら切った断面とか割と脂身はあるんですよ。でもね、脂食べてるなみたいな、胃もたれ心配しなきゃなとか、そういうのはもう全くないですね。それぐらい溶けるように柔らかいです。これ三村さんもトロトロになってますって言ってましたけど、本当に表現としてはトロトロが正しいですね。絶対にワイン合いますねこれは。僕はねせめてものジンジャーですけど、皆さんはねぜひここはワインかシャンパンか飲んでいただければ、もっとこのお肉を美味しく食べられると思いますよ。ちょっとこれはみんなにも教えてあげたいですね。こんなうまい肉があるんだよと。前にお店来た時の記憶はちょっと薄れつつあるんですけど、でもそれでもお店のレベル絶対に上がったなって思いますね。なのでコロナ以降ぶりにハワイに来る人は改めてレストランの開拓はもう一回やってもいいと思います。ちょっと微妙
妙だったかもって思ってた店が美味しくなってる可能性なんて全然ありますし、もともと美味しいお店がもっと美味しくなってる可能性も本当に十二分にあるので、ぜひもう一回ハワイに来てもう一回ワイキキのレストラン食べてみてほしいなと思いますし、そんな中でもこのステーキはめちゃくちゃおすすめ中のおすすめです。はい、というわけでお会計の方もいただきましたので値段の紹介もしていければと思うんですけど、思ったより安いんですよ。これもこちらですね、来たのがハッピーアワーの時間帯でもあったのでハッピーアワー料金にはなるんですけど、でももうマジで絶対に食べきれないわっていうぐらい思いっきり頼んで、それでも合計100ドルですね。なのでまあチップ入れて120ドルぐらいとかになるんですかね。めちゃくちゃ安くないですか。あのアーキチョークとかはハッピーアワーでもないのに10ドルだし、エビのヒージョとか結構いっぱい入ってましたけどあれ8ドルですからね。どれも安いかなって思うんですけど、ぶっちぎりで安いのはやっぱこのスモークプライムリブじゃないですか。これ10オンスのあの巨大なお肉でたったの42ドルですからね。コスパ良すぎでしょこれ。というわけでお持ち帰りのバッグにも入れさせていただいたので、こちらは持って帰って家で最後までいただきたいと思います。はい、2日目なんですけれども、今日行きたいのはこちらレッドフィッシュでございます。ここねカカオコソルトにもあるんですけど、2号店ということでワイキキの新しくできたウェイファインダーっていうホテルにオープンしておりまして、ここにしかないおすすめのカクテルとかここにしかないメニューもあるということなので、今回そちらを調査していきたいと思います。行きましょう。店内こんな感じとなっております。窓もフルオープンになっているので風の通り抜けがすごい気持ちいいんですよね。で席数も結構多いし、すごいオープンエアなのに、あそこのバーカウンターとかすっごいおしゃれなんですよ。こんだけ綺麗なバーカウンターあったらそりゃカクテルも美味しいですよね。で外にもこうやって席があってですね、グループで来た時はここの机も使えるみたいですね。あとペットフレンドリーらしいです。ここのホテル自体がペットフレンドリーでワンちゃんとか連れてきても全然 OK ですね。日本語メニューもあるみたいです。ブレックファスト、ランチ、ハッピーアワーと色々とありますね。お店自体はここは夜まで、朝6時から朝6時から夜10時まで、すごいですね。レッドフィッシュって勝手になんかもうシーフード系とかポケ中心かと思ってたんですけど、意外と全然バーガーとかあるんですね。今回メニューこんな感じとなっております。ブレックファストはフルーツヨーグルトみたいなのもありますし、サンドイッチとかフレンチトーストとかもありますね。でお昼になるとポケメニューが登場してきますと。お昼のメニューこれ11時ぐらいとかからでしたっけ。朝ごはんが6時から11時で、はい、ランチとディナー同じメニューで11時から10時で、ハッピーアワー2時から5時と9時から10時で、11時からこのランチメニューが出てくるという感じですね。でシグネチャーボールのところ今回僕カナックアタックにするんですけど、一番下のソウルボールとかはちょっと韓国式になってるんですかね、キムチとかコチュジャンとかが入って辛さが強めのポケになりますね。ちょっと僕は辛いの苦手なので今回カナックアタック一番人気の方でいきたいと思います。ともえやめが本当だ、トモエ飴がついてきます。でこの桃太郎っていうドリンク自体もこのトモエ飴のシロップを使ってるっていうことです。ブレインフリーズ、あ、めっちゃ冷たいですね。確かにスムージーみたいな感じがしますね。あとこちらがこれちょっと楽しみですね。これカレーカクテルなんですけど、何かカレーっぽいやつが浮いてますね。じゃあ飲んでみますか。トモエ飴、これ正しい使い方としては沈めるんですか。もう別に食べる。トモエ飴シロップが入ってるので、あ、そっか、もう入ってますもんね。いただきたいと思います。美味しい。どっかで飲んだことがある味ですね。トモヤメのシロップの味なんですかね、これが。なんか懐かしい感じの味がしますね、これ。30ルマンとか入ってるんですね。すごいな、めっちゃこだわってますね、これ。すごい飲みやすいです、これ。甘いけど甘ったるくはないっていう感じで。女性とか飲みやすそうですね、とか。これ上ミント乗ってて、絶対さっぱりな味わいですね、これ。うん。あ、美味しい。お酒感もう本当にないですね、これ。本当にスムージーですね、これ。いつの間にか酔っ払ってるパターンですね、これ。リリコイとかも使ってるんですね。これ一瞬で飲んじゃいますね。このミントのさっぱりさが本当にちょうどよくって、さあ、あとはこの変わり種のカレーカクテルです。でも甘いんですもんね。おほほ、カレーの味は確かにするんですけど、でも確かにちょっとどっかに甘みみたいなやつがあって、なんか面白いですね。迷いますね。甘いの辛いのみたいな。昼間に飲むならこのスムージーとかすごいいいなと思うんですけど、夜だったらこっちの桃太郎がいいかなって思いました。バーで飲んでる感みたいなのすごい味わえるので、こっちはなんか本当にほぼデザートみたいな感覚です。おおー、すごい来ましたよ。
今回の食事こちらです。ででーん、これがカナックアタックですね。めちゃくちゃ量ありますね。確かにポケが真ん中にあって、ロミロミサーモンあって、カルアポークが入っております。これがピピカウラというやつなんですね。美味しそうですね。もう丼というかボールスタイルで来てくれてますね。であともう一つこちらがハニーウォルナットシュリンプですね。すごいな、これシュリンプ、あでもシュリンプだ、エビフライですね。ウォルナットが入ってますね。これ食感的にはエビフライのもちもちした感じとウォルナットのコリコリした感じが、これがラーメン入ってますね。これすごい、カリカリな感じとウォルナットのコリコリした感じとエビフライの柔らかい感じの食感が楽しめそうな、そんな一品となっております。っていうかめちゃくちゃこれすごいな、盛り上がってる。よし、じゃあいただきますか。じゃあウォルナットシュリンプをいただきたいと思います。美味しいですね。ウォルナットのこの甘い感じがいいですね。あ、エビもすごいフレッシュで柔らかい。ラーメンのこの麺の感じが若干ありますね。がっつり食べてる脂っこさみたいなのは全然ないんで、本当にサクサク食べられちゃいますね。これこんな感じです。もう本当にサクサクする音が聞こえると思うんですけど、めちゃくちゃ柔らかいんですよ。そんでこの麺が入ってるので、これがねエビフライ食べてるんだけどちょっと麺食べてる感じの味もするので、これがね楽しいんですよ、口の中で。これ美味しいですね。なんかナッツとかお野菜とかいっぱい入ってて、味もちょっと甘みみたいなのがついてるんですけど、エビ自体がすっごい美味しいので、それが一番嬉しいですね。エビが若干硬いとか、なんか食感が微妙だなって思っちゃう時あるんですけど、もうここのやつは全然そんなことないですね。そもそもエビがめっちゃフレッシュなんで、すごい美味しいです。じゃあ次はポケの方いただきたいと思います。こんな感じです。これお箸もよくあるお手元じゃなくて、ちゃんとレッドフィッシュって書いてあるんですよ。細かいところまでこだわってるんですね。まずはこのアヒからいただきたいと思います。新鮮ですね。もちもちしてますね。あ、ちょっと辛みがある感じの味わいなんですね。めちゃくちゃ美味しい。レッドフィッシュってフードランドの系列なんでしたっけ？ってことはこのポケもフードランドのあれになってます。へえ、それもこうやって調理するとこんなに美味しく変身するんですね。ピピカウラ、ハワイ風干し牛肉っていうことなので、干し牛肉っていうことはちょっとジャーキーに近い感じになってくるんですかね。いただいてみたいと思います。美味しいですね。あ、でも確かにちょっとジャーキーっぽいですね。そこら辺で売ってるジャーキーよりめちゃくちゃ柔らかいですね、こっちの方が。不思議とお米が進みますね、これ。そんでカルアポークですね。いただきます。カルアポークも美味しいですね。ちょっと脂がギトギトしてる感じのがよくあるカルアポークだと思うんですけど、ここはもうそんな脂っ気も感じないですね。結構食べやすいです。そんなに胃もたれ心配するとかそういうのないと思います。あ、でサーモンもあるんですね。ロミサーモン、サーモンの風味が口の中で広がりますね。一気に、本当にちょっとしか食べてないのに、なんだこの風味は。一個一個味がしっかりしてるんで、この一個の注文だけでめちゃくちゃ楽しめますね。いっぱい、そもそもこれ牛とアヒとサーモンとポークが入ってるんでめっちゃいっぱい種類ありますね。大満足ですね。ハッピーアワーにかまいな、かまいなは朝も昼も夜もやって、はい、ハッピーアワーもちょっとお安くなる的な 10% オフぐらいとか。じゃあローカルの人はもうハッピーアワープラスカマアイナで何十パーオフになるんだっていう感じの。よっしゃ、最後までいただきたいと思います。はい、1週間レストラン生活なんですけれども、今回行きたいのはこちらでございます。ワイキキマーケットに来てるんですけど、ここの2階にあるレストランオリリっていうところに行きたいと思います。2階に皆さんが知ってるスーパーワイキキマーケットあると思うんですけど、そのスーパーの真横にレストランが設置されてるんですよ。スーパーの横のレストランって言ったらなんかフードコートみたいなイメージをしてしまうと思うんですけど、でもここねめちゃくちゃ綺麗なレストランなんですよ。なのでそこをちょっと紹介したいと思います。行きましょう。これですね、オリリっていうレストランになります。4時から10時までやってるみたいですね。で1階はまた別のお店ピコっていうのがやってるみたいで、これはレストランでもあるんですけど、バーカウンターによくお客さん入ってるんで、もしかしたらバー使いとして有名な人気のお店なのかもしれないですね。でワイキキマーケットはこの2階にあるので、ここから上がってここにオリリの入り口があります。行きましょう。これ2階上がって振り返るとこちらがワイキキマーケットの入り口となっております。でオリリの入り口はこの右手にあるんですよ。ここの真ん中のカウンターの方がオリリの方ですね。この方に言ってチェックインします。ここからがレストランですね。店内すごい綺麗。オリリっていうのはキラキラ光るみたいな意味があって、だからこうへー、あ、なるほど。インテリアがすごい凝ってますね。今回僕一番奥の席に座ったんですけど、ここがねちょっとこう仕切りになってて、半個室とまでは言わないんですけど、でも若干ね人影に隠れてご飯
飯食べられるのでちょっと落ち着いた雰囲気になってるんですよ。そんでメニューがこんな感じとなっております。シグネチャーカクテルが美味しいらしくって、結構ライトめなやつからフルーツを使ったカクテルで、こっちの方になるとスモーキーな感じがするらしいので、なんかちょっと変わり種っぽいカクテルのような気がしてます。でその他にもノンアルのリフレッシャーズとか、あとはもう普通の炭酸系のドリンク、ビール、日本酒っていうところまで用意されてるみたいです。リフレッシャーズの中ではね、このハイビスカススピリッツっていうやつが人気みたいで、ハイビスカスとオレンジピールとかも使ってるので結構さっぱりした味わいな気がしますね。で今回も一気に頼んじゃったんですけど、シグネチャーカクテルの中から僕はシャインオンっていうやつ、ココナッツウォーターとかラム、柚子とかを使ったカクテルですね。でもう一つ頼んだのがこちらですね、醤油スモークってやつなんですけど、これがちょっと変わり種っぽくってあんまり分かってないんですけど、とりあえずおすすめって聞いたんで頼んじゃいました。でその次が食べ物ですね、ププとメインと2つ分かれておりまして、そんなにがっつりたくさんあるわけではないんですけど、一つ一つこだわってるみたいです。食べ物はね、もう人気のやつ持ってきてくださいというふうにお願いしてて、1個がダックコロッケ、なのでダックですね。ちょっと変わり種っぽいんですけど、でも日本人結構頼むらしいんでこれをお願いしました。これはお肉系になるのかな。で最後の一つが頼んだのがフレッシュキャッチですね。これはもうシーフード系になるので、他のお店ではねシーフードまだ紹介してなかったと思うんで、ここはもうおすすめ通りで従ってフレッシュキャッチ行きたいと思います。こちらが醤油スモークってやつです。おお、こんな風についでもくれるみたいですね。なんかバーにいるみたいですね。美味しそう。はい、なんかしっかりスモーキーめなウイスキーの香りっぽいやつがするんですけど、でもこれ別にウイスキー使ってないもんな。キアベスモークドってやつが使われてるんで、多分それの香りなんかな。いただきたいと思います。乾杯。すごいですね、これ本当にスモーキー。なんかちょっとねハイボール飲んでるみたいな感覚ですね。これ使ってるやつがここ見たら醤油キャラメルシロップって書いてあるんですよ。だから本当に醤油の味が入ってるんですかね。全然感じないですけどね。でもこれバーとかに行ったら頼みたくなるドリンクですよね。ここがねクヒオとカネカポレイの交差点ですね。なんでこれちょっと向こうの方行ったらモアナサフライダーとかが出てくるとこですね。本当立地で言うとワイキキのど真ん中なんですけど、だいぶ落ち着いた雰囲気でご飯食べれますね、ここだったら。品でこちらでございます。ダッククロッケが届きました。足の部分のお肉になるのかな。でそれで下にスイートポテトが散りばめてあって、これがちょっとサワーが効いた感じのソースっていうことになってるんですけど、これあったかいな。よし、じゃあこれをかけてみたいと思います。ほら、あ、これかけたけどディップして食べる系か。すごいですよ、これ今切ったところなんですけど、本当にめちゃくちゃふわふわですね。ふわふわすぎて逆に切りづらいぐらいふわふわですね。美味しそう。よし、じゃあいただきたいと思います。あ、うまいうまいうまい。お、めっちゃ美味しいじゃん。すっごいふわふわですね。ビーフとかポークにもないちょっと独特なふわふわさがあるんですけど、お肉の味がしっかりついてて美味しいですね。ちょっと癖あるかなって思ってそれ覚悟で食べたんですけど、全然全く癖なんてないし、臭みもないし、ソースなしでいっても全然美味しいですね。中にスイートポテトが入ってるんですね。これオレンジ色のやつがスイートポテトだと思うんですけど、これがふわふわな食感を実現してくれてるって感じですね。でもスイートポテトばっかりじゃなくて、お肉ダックの方も結構入ってるんですよ。だから食べ応えはしっかりあって1個でも十分満足ですね。で1個あたりの大きさもこれ見ていただければと思うんですけど、だいたいゆで卵ぐらいあるんですよ。だから普通の唐揚げとかコロッケと同じかちょっと大きいぐらいなんですかね。全然1人1個で満足ぐらいありますね、量としては。あと脂っぽさもう全然脂濃くないですから、ね、でコロッケになってるからその分の脂身としてはちょっとあるんですけど、そんなギットギットの作り方してないんで、全然脂っこいのが苦手な人でもこれぐらいだったらいけると思いますね。というわけで続きましてこちらフレッシュキャッチが届きました。というわけでフレッシュキャッチはこんな感じになります。めちゃくちゃ美味しそうです。こんなおしゃれな食べ物今まで食べたことがあっただろうか。これがねコリアンダー、フェンネル、ペッパーコーンを使ったソースで、もうハーブとかもガンガン効かせたやつですね。でそれにイクラを散りばめてくれていて、でこのソースはブールブランとかを使ったソースになっていて、かなりさっぱりな味わいが期待できますね。でこの真ん中のやつがガイランっていうお野菜で、英語でいうところのチャイニーズブロッコリーって言われてるやつなんですけど、でこの上のやつがタブーレっていうやつらしくって、ちょっとねもうおしゃれすぎて僕食べたことないんでわかんないんですけど、はい、というわけでいただいてみたいと思います。新しいカクテルの方も来ました。これがシャインオンですね。おしゃれすぎでしょ。真ん中に入ってる氷がただの氷じゃなくてココナッツウォーターでできてる氷らしいんですよ。で柚子とライムジュースをミックスさせたカクテルとなっております。さっぱりする、飲みやすい、めちゃくちゃ。
ゃ。見た目すごい可愛らしいんですけど、ジュース飲んでるみたいみたいな、そこまでの甘さはなくて、でも大人向けの味わいがしてますね。だからサクサク飲んじゃうけど、でもお酒の味はしてるので飲みすぎには注意という感じですね。これもだいぶ柔らかいですね。いただきます。ソースもさっき言ってた通り、ハーブの香りがなんとなく口の中で広がってるんですけど、お魚の味がしっかりしてるんで、このハーブとかペッパーの香りもありますね。それが美味しさを引き立ててくれてますね。美味しい美味しい。あとはこのマカダミアナッツタブーロね、これもちょっと食べてみたいと思います。ちょっと酸っぱみみたいなやつを感じますね。このトマトとあと何かも使われてんのかな。これマカダミアナッツはね、そんな思ったほどコリコリ感がないので、おつまみとかっていうより、これもしかしたらこのお魚に乗せて一緒に食べると美味しいっていうパターンなのかな。ちょっとだけ上に乗せて食べてみます。上に乗せて食べると美味しいですね。この白ワインを使ったソースにね、若干の酸っぱみみたいなやつが足されて、これまたちょっと味変で美味しいですね。いや、これ今回撮影始めてるのは昼の4時なんですけど、昼の4時からこんなにお酒も飲んじゃって、こんな美味しいご飯食べて、幸せなことあるっていう感じですよね。はい、というわけでこちらが今日の分のレシートになります。飲んだお酒が2つで、醤油スモークとシャインオンですね。これが両方17ドルずつとなっていて、でダックコロッケが19ドル、フレッシュキャッチが39ドルとなっております。合計で96ドルですね。まあ、バーカウンターでバーテンダーさんに作っていただくドリンクなので、やっぱそれなりに値段はしてくるかなと思うんですけど、でもその分本当にこのドリンク美味しかったですね。特にこれシャインオン、これ本当に大好きですね。もうこれちゃんと飲み干して帰ります。フレッシュキャッチもね、ソースとかあんだけこだわってる割には40ドルしないということなので、これは割とコスパいい方なのかもしれないですね。合計が96ドル、まあ、チップ入れてだいたい120ドルしないぐらいって感じですかね。はい、おりりでございました。何よりね、一番いいなって思ったのは、この立地でこんなに静かな空間でこんな美味しいご飯とドリンクが食べれるっていうことなんですよ。今見ていただいてる通り、すごい静かな空間でご飯食べれてるんですね。しかもそれが安い適当なやつじゃなくて、ちゃんと一品一品ドリンクもフードもこだわってるやつなので、それがすごい良かったなと思ってるんですけど、何より良かったのは、それがこのワイキキど真ん中で、しかもワイキキマーケットっていうスーパーマーケットの真横で食べれてるっていうのが本当に奇跡的だなっていうふうに思ってまして、だってここに入店する前の外で動画撮ってた時とか結構うるさかったと思うんですよ。でもお店入ってここの席に座ったらだいぶ静かで、音楽がちょっと聞こえるぐらいなので、本当に落ち着いてご飯と会話を楽しむことができる空間だなっていうふうに思いました。はい、というわけで4日目に行きたいと思います。はい、というわけで外食生活4日目なんですけれども、今日はこちらアペティートに行きたいと思います。実はですね、このアペティートもこの間紹介したファイアグリルと同じシェフがいらっしゃるんですよ。なのでもう言わずもがななんですけど、ここも相当美味しいかなと思います。で、特徴的なところで言うと、ここは外席があって風入ってきて気持ちいいと思うので、そこら辺もおすすめになってくるかなと思います。というわけで行ってみましょう。ここですね、席数としてはそんなに多くはないんですけど、外席も用意していただけます。がっつりアウトサイドではないんですけど、外の風浴びる程度ぐらいのちょうどいい立ち位置のところもありますね。あとはこの辺は後で紹介できるかなと思うんですけど、これハッピーアワーもあるみたいですね。ビールもあるし、ドリンクも5ドルから9ドルということで、何飲んでもお得な時間帯ですね。これはみんな大好きなワード、ハッピーアワー。はい、店内はこんな感じとなっております。外の風が入ってくるのですごい気持ちいいんですよね。これさっきの外席を中から見た様子なんですけど、ほら風浴びながらご飯食べれていいですよね、ここだったらっていう感じなんですけど、中がね、実はプライベートをがっつりリスペクトしてくれてる空間になってて、ここら辺とかはレギュラーのお席になるんですけど、でもこれ事前に予約すれば、ここがっつり貸し切りにできるらしいんですよ。なので使い方としては、結婚式の前にここに集まったりとか、結婚式の後の二次会的な使い方でここを予約することもできるらしいし、実際に多いらしいです。そんでこちらとかは、これ貝裏にルームっていう名前なんですけど、これ特別に入らせていただけることになったんですけど、ほらもう完全なプライベート空間、誰の目にも触れずにここで食事取ることができます。マックス12人いけるらしいです。そんでこの辺とかだったら、がっつりプライベートじゃないんですけど、セミプライベートぐらいの空間で席の確保ができるらしいです。そこで仕切りになってるので、用がない人はここら辺まではあんまり来ないですね。この間のファイアグリーンと比べると、またちょっと違った使い方ができるっていう感じですね。というわけで僕は今日はこの外側席の一番端っこのあそこでご飯いただきたいと思います。中の雰囲気大事にしながら外も見えるので、ここめちゃくちゃいいですね。ちなみに反対側はこんな風になっております。外見えるんですけど、多分これ外からはこっちが見えないようになってますね。これは何を使ったドリンクなんですか？これはストロベリーとソーダ。ストロベリーとソーダ、はい、めちゃめちゃ可愛い。モクテルなのでノンアルですね。いただきます。
美味しい、さっぱり。喉乾いてた、ね、ちょうどいいですね、これ。シグニチャーですね、こちらも。あ、来た。巨大マッシュルーム、ポルトベールのフライです。マッシュルームフライですね。僕食べたことあるんですけど、めちゃくちゃ美味しくて、母親もすごいお気に入りのやつです。サンダニエレーサンプロシュートとブラッタチーズ。プロシュートとブラッタチーズ。スペイン産マダコのセビーチェ。マダコのセビーチェ。スペイン産らしいです。めちゃくちゃ美味しそう。よし、というわけで、行っちゃいます。いけ、ほら、おお、すごい、中マジでトロトロ、絶対美味しいやん、これ。いただきたいと思います。めっちゃうまい。チーズが本当に相当ですね。めっちゃ柔らかいし、口の中にそんなに残らなくて、こういい意味でチーズ感がそんなにないから、こんなにがっつり食べてるのにどんどん食べれちゃいますね。最高ですね。ちょっとルッコラも混ぜていただきたいと思います。美味しいな、これ本当に。このさっぱり感が気持ちいいぐらい美味しいですね。オリーブオイルがまたいい味出しますね、これ。よし、じゃあ続きましてセビーチェですね。これはこのライムの汁っと、これ上に乗ってるのはパクチーかな。パクチー大好きなんでいいですね。いただきます。このタコのセビーチェめっちゃ好きだわ。なんかセビーチェって場所によってはすごい野菜が多かったりとか、変に油ギトギトするやつとかあると思うんですけど、ここはね、もうちゃんとタコが主役になってくれてて、野菜とかはいい意味でそんなにガッツリは入ってないですね。でも食感がね、タコのふわふわした感じと野菜のシャキシャキした感じが一緒に入ってきて、噛むのが楽しいですね。噛めば噛むほどタコの旨味が出てくるので、これ最高ですね。パクチー独特のさっぱりさがあった方が美味しいかなとは思うんですけど、パクチー苦手な人はそれが逆に美味しくないと思っちゃうと思うんで、その方はなしでもいいですし、ライムをちょっと多めに絞るとか、そういう感じでもさっぱりさが維持されますね。さて、じゃあラストはこのマッシュルームフライですね。これはもう食べなくても美味しいの確定してるんですけどね、このディップにつけてですね、いただきたいと思います。本当にこれはマジで美味しいです。マッシュルームなのでポテトに負けないぐらいふわふわしてるんですけど、ポテト以上にサクサク食べれちゃうんですよね。これがね、ビールに合うんだよな。今日はビール飲んでないけど。というわけで、わがままが通っちゃってお酒までいただいちゃいました。レモンドロップマティーニってやつです。本当に今日はさっぱり攻めですね。美味しい、めっちゃ美味しい。これなんかマティーニって結構お酒がっつり味がするイメージですけど、そんなにお酒っぽい味がしなくてすごい飲みやすいですね。でもなんかシロップとかで甘さがガンガンに出してるとかではないですね。このフルーティーさがすごい強くて、お酒感がそんなに感じないっていうだけだと思います。なのでお酒はそんなにあるとは思います。ピザが来ました。蜂蜜をかけてくださいます。シェフからじきじきにありがとうございます。あー、美味しそう。おお、ありがとうございます。ピザ窯で焼いてくれたピザになります。クワットロフォルマッチ、4種のチーズを使ったんでイタリア語で。ほう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 、うわ、出来たて熱、美味しそう。蜂蜜が流れてくる、もったいない、もったいないぞ。さあ、いただきたいと思います。生地はめちゃくちゃ柔らかいし、チーズもふわふわしてるし、そこに蜂蜜の甘さが来て、マジでめっちゃ美味しいですね。マジで大好きだわ。チーズも本当にトロットロですね、これ。2枚目、早速いただきたいと思います。パンが柔らかいですね、これ。どうですか。めちゃくちゃ美味しいです、これ。パンがもうめっちゃ柔らかいですね。ナポリピザの特徴で、長時間焼かないんですよ。90秒で焼き上げるので。これ90秒しか焼かない。そうなんですよ。このブツブツが出る、できますよ。これは高温でしか絶対現れない現象で、800度の高温で焼くことによって最初の30秒ですごい膨らむんですよ。へぇ、これがナポリピザの特徴で、ふわふわで表面はカリッ。めちゃくちゃこだわってるんです。そうですよ、90秒で焼くことによってちゃんと取れる。本当にすっごいふわふわでめちゃくちゃ美味しいです、これ。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、そうですよ、皆さん。それは美味しいわって感じです。やっぱシェフから直接説明していただけると全然伝わり方が変わりますね。日本でもクワトロフォルマッチって結構たくさん食べてきましたけど、これ本当に一番美味しいかもしれないです。おお、すごい。すごいのが来た。すごい、なんか刺さってる。おお。これローズマリーらしいです。ディップもちょっと特別な感じがしますね。これって何使ってるやつなんですか。ブラウンバターケイパーソース。ケイパーソース、バターを焦がしまして、はい、ケイパーとレモン。食べ方としてはチキンを切っていただいて、切りながら食べるのが一番いいかな。なるほどなるほど、すごい美味しそう。ありがとうございます。
というわけでシェフの教えに従ってこれを切ってディップして食べたいと思います。本当にでかいですね。これどっから切ったらいいか分かんない。マジで美味しそう。これ一応足の一番美味しいところいただきたいと思います。これをディップしていただきます。おっ、うまい。すごい、チキン柔らか。ガッツリお肉なのに本当にお肉食べたかっていうぐらい一瞬で溶けてなくなりました。これローズマリーは横にいるだけなんですけど、食べた時に口の中で香りが広がってすごい爽やかなんですよ。久しぶりにこんなガッツリなお肉いただきますね。チキンって身の方まで行くとちょっとパサパサしてきて食べづらいっていう人もいらっしゃると思うんですよ。僕もそのタイプなんですけど、これね、相当お肉を仕込んでくれているからなのか、身の方まで行って全然パサつきみたいなのはないんですよ。皮の方にも味がついてるのでそのまま食べても美味しいんですけど、その上でこれをさらにディップしたらもっと美味しくなるんですよ。ここまで行けばパサつきっていうのはもう全くなくなるので、相当食べやすくしてくれてますし、実際すごい食べやすいです。シェフのこだわりを感じました。ありがとうございます。はい、というわけでレシートの方もいただいたのでお会計の方を見ていきたいと思います。こちらですね、今回も結構たくさんいただいちゃいました。上から行くとフライが15ドルでセビーチェ18ドル、生ハムのやつが18ドルで、ピザが22ドルでちょっと安いんですよね。でチキンが32ドルとなっていて、下2つがドリンクですね。カクテルが14ドルで、一番最初に飲んだモクテルですね、あれが15ドルとなっております。合計が税込みで140ドルという風になってます。なのでチップを入れると170ドルしないぐらいっていう認識ですかね。こうやって並べてみると、あの生ハムとかがめちゃくちゃ美味しかったので、18ドルはまあ全然こんなもんだろうなと思うんですけど、ピザがあんなに美味しいので生ハムと4ドルしか変わらないんですよ。これめちゃくちゃコスパいいんですよね。僕的にはなんとなく30ドルぐらいしてもおかしくないだろうなと思ってたんですけど、まさか25ドルもしないとは思わなかったんで、僕だったらこのピザが一番おすすめできるやつになりますかね。こだわりにこだわったふわとろフォルマッジが食べれるのはおそらくここだけだし、それが20ドルちょいで食べれるということなんで、ぜひ皆さんにもおすすめしたい一品と思います。はい、というわけでアペティートでございました。ちなみにここね、ハッピーアワーも結構お得にやってるみたいなので、ハッピーアワーも合わせて皆さんぜひ来てみてください。お願いします。はい、1週間外食生活、今回はですねこちらルースクリスに行きたいと思います。ビーチウォークにあるステーキハウスですね。もう皆さんご存知だと思います。今日はこちらを紹介したいと思います。行きましょう。入り口左側もこんな感じで席があってですね、バーカウンターもあるんですよ。でハッピーアワーはここのバーカウンターで食べられるみたいですね。で入って右側がこんな感じとなっております。こちらはテーブル席メインですね。今回実はですねゲストがおりまして、隣に座ってらっしゃるんですけど紹介したいと思います。お邪魔します。ジーノです。ハワイのジーノさんです、はい、撮影でご協力いただいている都合で一緒に参加させていただいた方がいろいろと準備が早くなるということでですね、隣に座ってるっていうか僕が隣に座ってる構図です。今これ乱入してます。今よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここからはじゃあトークしながらフードの方も楽しんでいきたいと思います。ちなみにもうすでにフードがいくつか届いておりまして、この2つがサラダですね。このコースになってるんですね、今回は。その中のステーキステーキハウスサラダとシーザーサラダ2つ用意していただいております。でもう一つがマッシュルームのクラブミート詰めってやつで、こちらになりますね。めっちゃ美味しそう。これそのままですね、マッシュルームの上にクラブミートが乗ってます。で次がカラマリ、まあ、いわゆるイカリングって言われるやつですね。こちらになります。お肉が来るまではこちらを楽しみたいと思います。ちなみに今はお昼の時間帯なんですけど、特別にディナーのコースをいただけるということで、こちらのメニューをいただきたいと思います。プライムタイムって言われるやつで、これをハッピーアワーって呼んでる人も多いんですかね。アペタイザー、エントリー、サイド、デザートっていう4つの構成になってるんですけど、値段の方はですねお肉の種類によって変わってきます。一番安いのがプチフィレって言われるものになるんですけど、プチと言いつつ8オンス 200g 入っているっていうことで、あ 200g 以上か入っているっていうことで、小食目の日本人だったら全然プチフィレでも全然いいんじゃないかなと思います。お肉の種類として一番人気なのはリブアイになってくるんですかね。僕も一番リブアイが好きなんですけど、こちらは74ドルとなってますね。でサイドはほうれん草とガーリックマッシュポテトライスの3種類から選ぶことができて、デザートも3種類あって、アイスクリーム、ソルベ、プリという風になっております。これって野菜1人前ですか。これはめっちゃ多くない。野菜だけでお腹いっぱいになる人いそう。確かに間違いない。てかさっき僕ハッピーアワーみたいな感じって言ったんですけど、どうやらこのお店ですねハッピーアワーっていうのが別であるらしくて、プライムタイム
はあくまでプライムタイムって言った方が紛らわしくなくなりそうですね、うん、プライムタイムが4時から6時でハッピーアワーが4時から7時ということで、ドリフトあと少しなんか食べ物も安いものがあって、ああるよ、へえ、こっちの席ではなくてバーカウンターの方じゃないと、あ、なるほど、じゃあ席数限られてたのとかはありそうですね、サラダ美味しいですね、美味しいね、ちょうどいい感じにペッパーが効いてますねこれ、トング渡しといて盛らせるって言うのせるのなんみたいな、うん、マッシュルーム柔らかすごいですねこれ、肉厚ですよね、うん、うまい、めっちゃうまいですよこれ、グラドケーキの風味があるんですけどマッシュルームも後ろから追っかけてくるって感じですね、きっちり追いかけてきましたね追い越しましたね今、あ、面白かった、あとは絡まりですね、じゃあイカリングの方いただきます、なんか味がついてて美味しいですね、ちょっと甘辛みたいな感じですね、うん、甘辛でちょっと酸味もありみたいな、うんうん、中華っぽいっていうか、確かにちょっとそのテイスト入ってますね、ユースクリスって他のスピースハウスと比べても雰囲気はあるけどそんなかっつりはしないんで、うん、ちょっとカジュアルめに楽しめるのがいいですよね、値段がちょっと求めやすい、値段もそうですね、ディナーはもうちょっと確かワントーン暗くなった感じなんですかね、ああかしこまりレベルでいったらハイズとかが一番すごいじゃないですか、あー確かにかっちり厳格にありますよね、ジーノさんの今の SNS の活動はどんな感じですか、今一番何に力入ってます、 YouTube とあとインスタもリールの更新すごい頑張ってるな、なんだろう、ちょっともう趣味の延長戦だからその時の気分みたいな、あーレストランとか、なるほど、週にこれだけ出そうとかそういうのがまだ決めてないっていう、確かに結構じゃあ久しぶりの撮影ですか、撮影は先週ちょっとちょこちょこしてて出してないみたいな、編集とかしないから、うん、時間ができ次第みたいな、撮るものがあり次第、そうね、チャンスとかもボン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 2日おきにぐらいで出てくる、そうですね、僕はもう編集更新したらまたチャンス編集に遅れが出なければ基本的には2日に1回は出してますね、質より量作戦で、質よりハワイって検索したら自分の動画が一つでも多く引っかかるように検索ワードをハックスに行くみたいなすげえな、ミディアムレア11 ounces with butter and parsley on the steak very hot plate of cake please do not touch、美味しそう、サイドのクリームスピナッチとマッシュポテトです、リブアイとフィレです、フィレ分厚、すごいですねこれ、これこの後カットしていただけるっていうことなので一回持ってってもらいます、もしここに来る視聴者さんのために入れとくんですけど、お肉が来た時お肉のプレートも厚いんですけど鶏皿もめちゃくちゃ厚いのでここだけお気をつけください、こんな感じでね、バターがもう敷いてくれてあるのかな、なので触りたくなっちゃうんですけどこれ触ったらめちゃくちゃ厚いです、ここだけでもうめっちゃ厚いもんこれ、じゃあリブアイいただきます、うまい、熱い、うまい、どこで言うと、どこで言うと、マレーシアです油超上質ですよね、うん、油結構あるんですけど重たい感じは全く感じさせないんで、それにバターが絡まっててめちゃくちゃ食べやすくなっております、肉の焼き加減も完璧ですね、ミディアムレアのレアよりぐらい、ただ生めが好きな人はめっちゃいいと思う、すごいなこの切れ、超柔らかい、踊ってんじゃんこれ踊ってる、肉も踊る時代、リブアイより柔らかいよこれ、肉よりのプリンです、肉よりのプリンです、リブアイより柔らかいですね、めっちゃうまいこれ、あと塩がめっちゃいい感じに効いてる、あれ僕フィレの方が好きかもしれない、本当はリブアイ派なんですけどね、ここはフィレの方が美味しいかもしれない、僕の視聴者さんって結構40代以上ぐらいで女性が多いんですけど、子供見てるような孫見てるような気分になる皆さんすごいこう可愛がってくれる感じがあるんですよ、この間ついにお小遣いを渡そうとしてくれていて近所のお子さんにお小遣い渡してそうなんですよ、これでコーヒーでも買ってねみたいな感じで最初から何か出そうとしてて本当に大丈夫かって、そんな愛ある視聴者さんが集まってます、僕のジノさんも結構声かけられますよね、そうですね、声かけづらいからみたいな感じでなんか見てる人がいますね、ちょっと怖かったです、ずっと見てるから、なるほどなるほどなるほど、どうしましたみたいな言うと、あ、だったら写真撮ってですかとか、うん、なんか言うまで何も言わない、うん、何もかけとか全然あのね、声かけてくれていいのでって、うん、声かけてくれた方が嬉しいし、ありがたいですよね、結果的に安井くんの方もしてた、僕は肉と寿司が一番そうなんです、うん、なんで今日はもうご褒美ですよ、ね、韓国焼肉とかでもいい、日本の焼肉みたいな、あ、でも日本の焼肉の方が好きですね、あ、そうだ、やっぱり日本の焼肉のお店ってありますかね、最近だったらちょっといい値段しますけど、飯の台所とか、ああ、そうですね。あとは牛角。ちょっと両極端なんですよね。牛角は割とリーズナブルめで、ハンバーガーだから本当にパコーンってなっちゃうので、その間ぐらいがね。間
しいですよね。綺麗すぎて見えないけどこれ燃えてます。すごいな、イチゴを燃やす時代です。結構すごい燃えてるね。でこの火の向こうにあるのがマンゴーソルベと、こっちがバニラアイスクリームになります。でこれがブレッドプリンですね。まだ燃えてるのこれ。すごい、イチゴがめっちゃがっつり燃えてる。マンゴーソルベアイスクリームみたいですね。めちゃくちゃ濃厚、ほぼマンゴーですねこれ。さっきまでマンゴーだったんじゃないかっていうぐらい。マンゴーそのまま入れたみたいな感じだ。バニラです。バニラでいただきます。あ、うまい。いや、マンゴーソルベが一番うまいな。これもめっちゃ美味しいですけど、さっきの濃厚でもう口の中それになっちゃってますね。ジーナさん今日はありがとうございました。ありがとうございました。ジーナさんの動画は概要欄に貼っとくんで、ぜひ皆さん見に行ってください。お願いします。はい、というわけで1週間外食生活6日目なんですけれども、撮影日はさっきのルースクリスと同じになっておりまして、どうしてもスケジュール上今日撮らなきゃいけなかったので、動画としては6日目ということで皆さん見ていただければと思います。で、今回来ているのはこちらです。アラモアナセンターのラナイフードコートですね。1階にあるフードコートとはまた別の2階にある方になるんですけれども、こちらの中にあるカムクララーメンに行きたいと思います。カムクラって言ったら日本にもあるラーメンなので、特に関西圏の人は大体の味とかは知ってるかなと思うんですけど、ハワイ限定があるんですよ。でしかもそのハワイ限定の中でも新しいのが出たっていうことなので、今回の紹介はローカルの人にとってもためになるかもしれないし、観光客の人もちょっとした変わり種として楽しんでもらえるかもしれないので、ぜひ見ていただければと思います。行きましょう。はい、というわけでフードコートはこちらになります。こっちも結構にぎわってますね。すごいな。でそこのバーガーに始まり、ディムサムとかパン屋さんとかステーキ系のレストランもあるんですけど、こちらにですねラーメン屋さんがあるんですよ。そのラーメン屋さんこそがカムクララーメンなんですね。カムクララーメンですね、ハワイスペシャルっていうのがありまして、なんとこれシェイクラーメンなんですよ。冷たいラーメンなんですけどシェイクして食べるんですよ。お値段もね割と抑えられていて、10ドルしないどころか8ドル切って 7.99 となっております。今回はこれを試してみたいと思うんですけれども、ちなみにこれの他にもこうやってハーフラーメンとかがあるんですね。これもまためちゃくちゃ安くって 7.99 となってるんですよ。通常の美味しいラーメンが 14.99 という風になってるんですけど、これがちょっと多すぎるなっていう人はだいぶ値段抑えてほぼ半額ぐらいまでになってるこのハーフラーメンとか食べるといいんじゃないかなと思います。というわけでもう食べ物用意していただいてるということなので食べていきたいと思います。いきましょう。おー、すごい美味しそう。こちらがチーズトマト味で、こちらが担々味、クリームチキンで、こちらがイタリアンサラダ。ちょっとお手本を見せていただけるということで、はい、本当にただ振るだけなんです。はい、15回ぐらいこれで混ざって、おお、すごいちゃんと混ざった。お箸使って食べるだけって感じですね。はい、持ち帰りもしやすそうだし、車のドリンクホルダーとかに入れられそうですね。はい、チーズトマト味をいただきたいと思います。汁もほとんど使ってないんですね。タレですね、こちらは和風だね。おお、こう日本の冷麺風。冷麺風、はい、冷やし中華みたいな。あー、美味しそう。はい、味を熱くないんでうん、本当に冷やし中華っぽいですね。はいはい、新感覚です。はい、ヨーロピアンフレームって言っても過言ではないです。タレもたくさん入ってるので全然足りないとか、最後の方は味薄くなるとか、もう絶対心配ないです。そうですね。次が担々味なんですけど、これが一番振りやすいらしいんで、次は僕がやってみたいと思います。蓋飛んでいかないとちょっと不審ですちょっと手首を引かせていただいて。ああ、なるほどなるほど。振りが甘いとこうやってちょっと下に残っちゃうんで、これをちゃんと混ざるように。よし、こんな感じで、こちらが担々味です。ででーん、おー、しっかり混ざってますね。ちょっと辛めなのかな、どうなんですかね。ちょっと食べてみましょうか。お、本当だ、もう香りの風味が全然違う。いただきます。うん、担々ですね。こっちはお肉が入ってるので。そうですね、お肉の風味すごい強いですね。あー、そうですね。肉に味付けをして、その味が全体に馴染むように、ちょっと辛いのは肉がちょっと辛くなってるので。お肉の辛みなんですね。はい、すごいこだわりがありますねでも本当にお肉が美味しいんですよ、はい、すごく栗が甘いと、このお肉の具とかが下に寄っちゃったまんまになるので、ね、はい、これをこう起こしながら食べるといいかもしれないですね。はい、これなんかさっと買ってオフィスでさっと食べるみたいな。そうですね最近はまあテイクアウトしていただける、まあ、非常に、ね、やっぱ多いですか。はい、10ドル切ってるやつってこのフードコートの中でもそんなに多くはないですね。そうですね、しかもこれ半玉 0.5 玉なんで。
それでも十分満足してるだけで。いや十分満足ですね。クリームチキン味なんですけど、チキンがちょっとしたかけらとかじゃなくて、はい、割としっかり入ってますね。しっかり出てます。なのでちゃんと振ってくださいとのことなので、ちょっと重たい感がある。おお、これチキンとなんかクルトンみたいな。そうですね、チキンとクルトンですね。あとチーズと秘伝のスープと秘伝のクリームソースが。秘伝のスープとクリームソース、はい、はい、じゃもうほぼ秘伝ですねこれ。じゃあこちらがクリームチキンです。ででん、おー、しっかり混ざってますね。いい感じいい感じ。いただきたいと思います。お、チキンサクサクですね。おいしい。揚げたて使ってます。揚げたて全然違いますね。、はい、カルボナーラみたいな。あー、確かに。秘伝の味は何なんだろう。チーズの感じとチキンのサクサクとこの麺が混ざって、でもこれが一番おいしいし、食べ応えもこれが一番ありそうな気がするな。やっぱチキンが入ってるからなんですかね。意外とこう、そうですね、男性の方がすごくおいしいおいしいっていう。あ、でも女性も全然食べれますよね。全然食べれます。なんかラーメンのがっつりさみたいなのも欲しいんですけど、食べ応えみたいなのも同時に、でも早くサッと食べたいみたいなのも全部わがまま叶えようと思ったらこの辺に行く気がしますね。そうですね。それではラストのイタリアンサラダでございます。これも麺はしっかり入ってるんですけど、一番サラダ感が強そうな雰囲気ですね。もうこうやって見ていただけばわかるんですけど、トマトとかキュウリとか、これ下にレタスもめちゃめちゃがっつり入ってますね。よし、いただきたいと思います。おお、美味しそう。これ女子嬉しいやろな。いただきたいと思います。めっちゃしっかりサラダですね。ラーメンサラダっていうメニューのやつを食べてるみたいな感じの、野菜がメインなんじゃないかっていうぐらい野菜感が強いですね。麺もこう締めるとちょっとパスタみたいな感じになるんで、ちょうどこう弊社の麺が合うかなってすごく。なるほど、うん、冷やし中華のような感じの味わいになります ね。これなんかタレとかもラーメンとしてのタレっていうより、どちらかというとサラダ感を強くさせるような、そうですね、そっち寄りのソースが、はいはい、そういう配合にしてますね。なるほど、はい、さっきまで食べた3つは多分それなりのカロリーはあると思うんですけど、これが一番やっぱ少ないですね。そうですね、一番さっぱりしてて、一番さっぱりしてるし、野菜もしっかり取れるし、絶対カロリーもそんなにはない。これが一番好きだったのは3つ目のクリームチキンが一番美味しい良かった気がしますね。やっぱお肉好きな人間なのでチキンががっつり入ってるのが結構良かったですし、でもなんかそんな油ギトギト感みたいなのは感じなかったので、すごい食べやすくって、女子も食べれると思いますし、男性が食べてもお肉がっつり取ってるみたいなのはあるので、どちらにもおすすめできるなって思う。私実際一番美味しかったですね。一番人気で言うとどれに。人気で言うとタンタンですね。あ、こちらです。タンタンが一番人気なんだ。こちらダントツ人気ですね。ダントツ。そうなんだ。2番目がクリームチキンなんですね、はい、男性のお客様がよくハマられます。じゃあ男性の皆さんまだこれの美味しさに気づいてない可能性もありますね。気づいた人はめっちゃハマってるらしい、はい、あと3位にだいたいデッドヒートで、こちらサラダ系ですね。ほう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 、はい、タンタンはじゃあどんなお客様が。タンタンはね、もう男性女性子様から、まあ、ちょっとこうスパイシーさがあるんで。そうですね、若干だけですよ、辛さは。こちらに変えられるっていうケースもありますね。あ、なるほどなるほど。一番人気がいい方はタンタンになってきますし、2番目に人気なのがこのクリームチキンなので、まあ僕もこのどちらかになるかな。辛いの全然いけるってなったらこっちも全然いいと思います。ぜひ皆さんこれ食べてきてみてください。観光の人だけじゃなくてローカルの人にも結構おすすめできるやつだと思うので、お昼とかもしかしたらいいかもしれないですね。はい、1週間外食生活最後の1日はですね、こちらベインアットカカアコ、ここのレストランに行きたいと思います。ここはね、種類で言うとアジアンフュージョンのお店になるんですけど、僕まだ実は行ったことなかったんですよ。ただね、すごい人気で話題のお店となっているので、ずっと行ってみたかったんですね。なので今回どこのお店行こうかって検討してる時にここの名前が上がってきて、ぜひここ試してみたいということで、僕も初めてになるんですけど、皆さんと一緒になんか見ていければと思います。行きましょう。ベインアットカカアコっていうお店になるんですけれども、中はこんな感じとなっておりましてですね、すごいおしゃれでして、こっちの方に行くとちょっとプライベートっぽい空間もありまして、外の光が入りつつちょっと奥まった席が用意されてるという感じなんですね。でここがキッチンとなります。カウンターで食事取ることができますね。こっち側にも席があるんですね。なのでこことここがカウンターの席になってて、でここら辺がちょっと奥まったところでご飯食べれるっていう感じですね。というわけで僕は今日は外でご飯食べようかな。音楽の都合とどうしてもね光の都合とかがあるので、僕は今回外で風を浴びながらいただきたいと思います。メニューにちゃんと日本語も書いてくれてるんですね。というわけでドリンクが届いたので紹介したいと思います。まずこちらがですね、柚子マルガリータとなっております。リモンチェロとなっていて、レモンを使ったドリンクっていうふうには聞いております。
まずはゆず丸がいいかな。美味しい。ほんとちょうどいいですね。お酒感も若干あるし、甘すぎないのでそんなにジュース感とかもなくって、大人のカクテル飲んでるなっていうそんな感覚ですね。あとさっぱりしてますね。ほんとにこれ風味だけじゃなくて本当にちゃんとゆず使ってくれてるんだと思いますね。美味しい。他の食べ物にも合いそうなぐらいですねこれ。でこちらがリモンチェロとなっております。まずもうこれカクテルなんですけど、入ってるのがワイングラスで、そもそも見た目がおしゃれですねこれ。あとさっきのドリンクもそうなんですけど、ストローで来てるのも嬉しいですよね。超さっぱり。こっちはよりスッキリって感じですね。ゆずの方は若干だけこうお酒感っていうのがあったんですけど、よりお酒感っていうのは薄まってる感じで、一杯目に飲んでもすごく美味しいですね。ソフトドリンク飲んでるような勢いでサクサク飲めちゃいです。そうですねこれめちゃくちゃ美味しいですね。今まで行ってきたお店ほとんどそうですけど、お酒もちゃんと美味しいっていうのが嬉しいですね。クラフトでマネージャーさんに聞いてみたんですけど、レモンとかライムを皮だけピールして、でそれを他のリキュールと入れて1ヶ月ぐらい漬け込んで自家製で作ってるお酒らしいんですよ。それが使われているらしくて意外と強いらしいです。こっちの方がお酒感ないなって僕さっき言っちゃったんですけど、多分ね結構強いと思います。これ This is the orange cello and lemon cello、okay、特別に持ってきてくれました。こっちがリモンチェロっていうこのドリンクに使われてるやつですね。こっちはオレンジを使っているオレンジチェロっていうドリンクらしいです。リモンチェロからいただいてみます。よっあでも甘いですね。こっちがオレンジ、あこっちも強い。あでもオレンジだ。この鼻から抜けていく感じがレモンなのかオレンジなのかっていう違いですね。でも多分シロップとかを使ってくれているからなのか、結構飲みやすいし、テキーラとかウォッカみたいにツーンとくる感じは全然ないって感じですね。なのでそれがカクテルに合ってるのかもしれないですね。というわけでこちらがグリルドスパニッシュタコということで、スペイン産のタコになりますね。これアペタイザーになるんですけど、アペタイザーの割にはすごい量がありますね。香りすごい、めちゃくちゃいい香りしますねこれ。こんな感じとなっております。すごいですね。真ん中じゃなくてこう横に寄せる時代なんですね今は。美味しそう。いただきます。あなるほどね、ポテトが下に敷いてくれてあって、上にタコがバーッとまぶしてくれてる感じなんですけど、タコがちょっとだけとかじゃなくて結構しっかりタコなんですねこれ。なのでアペタイザーと言いつつかなりボリューミーな感じとなっております。いただいてみたいと思います。いただきます。美味しい美味しい美味しい。タコが柔らかい。柔らかいけどなんかちゃんと表面だけ若干だけカリッとしてる感じなので食べ応えが出てきてくれてますね。ワインとかシャンパン飲んでる人だったら絶対進んでますね今頃。ルビルビいってると思います。野菜も美味しい。ケールとかもしっかりめのお野菜使ってくれてますけど、こう青臭さみたいなのはなくなってるのでタコの味を邪魔することはないですね。あとあれですね、この手のサラダってアメリカのレストランになってくるとちょっと味が濃かったりしょっぱかったりすると思うんですけど、ここは全然そんなことないですね。塩気がなくはないんですけど全然しょっぱくはないですね。ラムチョップが来ました。シンプルながら豪快、めっちゃボリューミーです。ラムチョップでございます。でこれが梅を使ったソースっていうか梅タプナードっていうやつらしいですね。ボリューミーだし肉厚だし、ちょっと油もあるかもしれないんですけど、梅がかき消してくれるんじゃないかという感じですね。一口目は梅なしでいただいてみたいと思います。結構脂身のところいっちゃいましたけど、これどうだろう。いただきます。柔らかい、めっちゃ美味しいですねこれ。これラムチョップ過去一かもしれない。めっちゃくちゃ美味しいですねこれ。片手で失礼なんですけど、こんな感じとなっております。ミディアムで焼いてもらったんですけど、でももうめちゃくちゃ柔らかいんですよ。ほらもうすぐ切れ。結構脂っこいところ一口目いきましたけど、脂身食べてるみたいな感じのもたれるような感覚は全然ないので、相当いいお肉使ってくれてるんだと思いますね。ちょっと梅もつけていただいてみたいと思います。おー、肉のがっつり感が若干なくなって口の中がさっぱりに変わる感じですね。超酸っぱい梅干しみたいなのはそんなになくって、口の中に梅の香りが広がる程度のちょうどいい感じですね。味わいに乱暴さがないですね。ラムチョップが本当に苦手っていう人は一定数いらっしゃるとは思うんですけど、今まで食べてきたラムの中でラムの特徴的な臭みみたいなのは全く感じないお肉なので、もしかしたらここのやつは食べれるんじゃないかなって思っちゃうぐらいですねここのやつは。というわけでこちらがキノコのリゾットになります。トリュフも入ってるんですけど、もう香りがすごいですねこれ。あとボリュームも本当にすごいですね。値段もね後で言うんですけど、全部こちらは26ドルとなってて、このボリュームの割には他のものと比べてすごいコスパがいいやつになりますね。いただいてみたいと思います。
美味しい。キノコの風味が本当すごいですねこれ。あでもリゾットの重たい感じとかはもう全くないし、そんなに塩辛い感じも思ったよりはないですね。お酒が進む程度のちょうどいい味の濃さって感じですね。順位付けできないですね。どれも本当に美味しい。お肉も美味しい、シーフードタコも美味しい、このリゾットも美味しい、ご飯系も美味しいということで、あとお酒も美味しいっていうね。いやラストにふさわしいですねここすごいいいとこ見つけました。というわけで最後までいただきたいと思います。はい、というわけで1週間外食生活終了いたしました。今回これ多分7個目になるかなと思うんですけど、過去最大に豪華かつ皆さんにとってもためになる動画になったんじゃないかなと思います。まず1つ目が TR ファイアグリルで、2つ目がレッドフィッシュ、3つ目がオリリ、4つ目アペティート、5つ目ルースクリス、6つ目カムクララーメンで、最後がベインアットカカアコとなっております。これね、どこが一番良かったのかっていうのはこうつけるのが本当に難しいなって思ってるんですけど、思い返して一番強く記憶に残っているのは1日目のファイアグリルのあのステーキと、ついさっき食べたベインアットカカアコのラムチョップ、この2つはですね本当にすごくすごく美味しかったなって思ってますし、その中でもですねベインアットカカアコはついさっき食べたものだからっていうバイアスもあるかもしれないんですけど、でもねどこで食べたものよりも一番美味しかったんじゃないかなと思っております。少なくともあのラムチョップは過去一だなと僕の中では思ってますね。なのでベインはすごく前から興味があって行ってみたかったなとは思っていつつ、今まで行ったことがなかった場所だったので本当に僕の中でも発見だったなと思いますし、皆さんにとってもこんないいお店あるんだなっていう風に興味持ってもらえたんじゃないかなとは思います。でもとはいえね、他のお店が良くなかったのかっていうと全くそんなことはなくって、例えばルースクリスとかはあれだけのグレードのお肉でありながらもプライムタイムで食べたら80ドルぐらいとかでありましたからね。あれは結構コスパいいなっていう風にも思いましたし、あとはカムクララーメンのあのラーメンシェイクとかね、あれはまあローカルの人向けの情報にもなるかなとは思うんですけど、でも10ドル以下であれだけちゃんとしたものが食べられるっていうのはすごいお得感は感じました。あとは全体的なお得度っていうところで言うとアペティート、今後ねちょっとタイミングを作ってハッピーアワー特集っていう動画も作ろうかなと思ってるんですけど、アペティートは絶対に入れたいなって思います。明らかにお得すぎるって思いましたし、映像見ていただいてたら分かると思うんですけど、もうハッピーアワー狙いで結構なお客さん入ってたんですよ。なのでその辺踏まえるとハッピーアワー使えばアペティートめっちゃお得ですし、ハッピーアワー使わなくても結構お得だなっていう風に思ったので、立地も全然悪くないし皆さん試してみてほしいなっていう風に思います。そんな感じですね。今回のこの企画、この動画はですねすごく人気となってきておりますので、今回撮影協力いただいた方とも続編の方はもちろん検討しております。次の動画もね、今回のこの動画に負けないようにいいお店、皆さんが気になるお店っていうところをピックアップして皆さんに紹介していければと思いますので、この動画が少しでも参考になったと思ってくれたら高評価とコメント、チャンネル登録で次の動画の更新もお待ちください。ありがとうございます。バイバイ。